倉谷修介です。よろしくお願いします。今日はですね、はい、安倍総理おすすめのタバスコ焼きそばを試してみたいと思います。焼きそばを普通に作って最後に隠し味にタバスコを入れるとほうほう美味しいらしいです。普通に食べた方が美味しいと思うんですけどね。まあでもなんか大体想像はつきますよね。辛みが加わって美味しいんじゃないかなと、はい、辛いものはあんまり好きじゃない。あ、辛いものは大丈夫ですか？はい、一応周囲の評判は結構良くて、はい、ただし入れすぎると食べられなくなるのでやっぱり隠し味程度。そうですね、はい、そりゃそうです。で今日はその UFO で試してみたいと思います。はい、作っていきましょう。はい、まずは普通に食べますか、はい、味を確認しましょう。そうですね、うん、結構麺がもちもちしてて、うん、ソースの味しますね。そうですね、しっかりついてます。ソースのそばですから、ソースの。そうですね。はい、で、問題はタバスコですよ。はい、これですよ、こちらね。一滴だけやったらしいんです。麺ちょっと取って全体にかけて失敗したら取り返しつかないので。こういうことですよね。そうですね、落ちてこない。ちょっと振った方がいいかもしれないです。あ、来ました。香りはどうでしょう。いい感じに匂ってきますね。結構目近づけると痛いです、辛い感じ。じゃあ実食。うん、はいはいはい、なるほど。普通に美味しいですね。うん、ありだと思います。うん、で結構酸味強くないですか。そうですね、初め酸味が来て途中ソースの味になって最後辛味がピリピリくる感じですね。はい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 、スーラータンメンとか辛くて酸っぱい麺みたいな、僕は入れた方が美味しいと思います。そうですね、辛味あった方がちょっと食欲が増すような感じもあるので。はい、これどれぐらいですかね。その UFO1 個だったら5滴ぐらい。そうかもしれないですね。箸でつまんだ分が1滴ぐらいだとしたらそれぐらいいいかなと思いますね。まあでもあとはお好みなので。そうですね、食べながら調整して4滴ぐらいかけて調整していくっていう感じがいいかもしれない。その方がいいかなと思います。やっぱり七味だと違うんでしょうね。七味は辛いだけじゃないですか。七味は辛いだけで、タバスココクがあるというか、はい、まあ、酸味もありますし、その方がうまくマッチする。そうですね、完食しました。どうですか、安倍総理のおすすめは。美味しいですね。ソースのこの酸っぱい加減とタバスコの酸っぱい加減がマッチしてますし、タバスコをかけた方がいいんではないかなと思います。噂本当ということで、はい、よろしいですね。よろしいです、おすすめです。